とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、マイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日も、新しい装備、ゲットしました。使っていきましょう。これです。不安定なローブです。まあ、名前はなんか不安な感じなんだけども、実際どうなんでしょう。スキルを見ていきましょう。これね、もう新しいやつ。もうこいつ唯一のスキルになりますね。回避時にテレポートをする。不思議だね。テレポートって何なんだろうね。さあ楽しみだ。で、もう一つは回収する魂のプラス 50%。ああ、まあ、ソウル系の装備なのか。そういう感じだよね。そして、ユニークスキル。回避テレポート中に爆発を起こす。いやー楽しみだね。テレポートして爆発。さあどんな感じなんでしょうか。回避をしてみましょう。お！あ、結構先まで行く。普通のローリングの3倍までもないけど、まあ、2.5 倍ぐらい先に移動するね。で、爆発のダメージっていうのは？あ、27万。はい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 。多分、このパワーが上がっていくと、ダメージも上がるだろうから、251にすれば、そうだね、28万とか、それぐらいのダメージ。うん。まあまあ、悪くないダメージじゃないですか？回避して、まあ、それに乗じたダメージっていうことだから。マルチロールが欲しい。マルチロールとアクロバットが欲しいな、これ。え、ちょっと待って、もしかしてこういう装備ってさ、羽と相性良かったよね、大体。ほら！ほらね。はい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 。羽で、ぴょんってした時も、爆発する。なるほど。これは、バーストボーストリングにめちゃくちゃ向いてると思う。ああ。まあまあまあ、どんな感じか、使っていってみましょう。では行きましょうか。エンチャントなんかつけれそうなのは、なんか微妙なんだよな。あ、いやー、重力パルスもいいかなと思ったけど、あんまりよろしくないな。そうね。ベストなエンチャントとしては、まあ、ポーションバリアは欲しいよね。ポーションバリア、マルチロール。で、アクロバットもあればいいかな。そうね。あと変更か。ちょっと、これついてるやつは全部微妙なんで、やめときましょう。はい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 。まあ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 。バーストボーストリングと、ここまで相性が良さそうなやつはないかもしれない。これはちょっと今後期待の装備になりそうだぞ。テレポートは。だから緊急回避もこれ全然多分使えていくね。あ、抜ける抜ける。抜けるから、これは使えるわ。あ、で、やっぱりそのファーストボーストリングと相性抜群。ジャンプした時に爆発するんで、ついでのダメージっていうのも入って、これはいいわ。おい！どこにいた？まあいいか。ああ、そうね。これは、これ、結構気に入った。いった！ちょっと待って。キャプテン。いいね。敵との距離もだいぶ縮めれるんで、すごくいい。そうか。でもやっぱ攻撃スキルも防御スキルもついてないんで、ポーションバリアはやっぱ絶対だな。絶対。クールダウンはもうバーストボーストリングでクールダウンショット使っていくっていう前提でもういらないね。いやー、まずね、このね、テレポートかっこいい。あ、めちゃくちゃかっこいい。
で、それに、バーストボーストリングをすると、さらに活かすね。たまんないわ、これ。あ、なるほど。力のポーション入れても、爆発ダメージには、変わりはなさげ、ないね。爆発ダメージに、2倍になることはない。力のポーションで。はい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 。ならば、お菓子のカバンはいらないかな。カバンは、いや、あってもいいのか。いや、でもこれは面白い。今回新しくさ、出てきた、危ない装備とスキル、全部なんか面白いよね。なんかすごいね、この戦略性があって、面白い。なんかいろいろ考えるもん、やっぱり。どういう感じで使っていけば、強いんだろうかって。考える。いや、その考える時間っていうのがね、楽しいんだ。マイクラダンジョンズはね、やっぱ工事ではなくちゃ、ダメだね。じゃあ、でもやっぱり一番これに必要なスキルは間違いなく、マルチロール。マルチロールは絶対必要。このテレポートをね、最大限に生かそうとすると、やっぱマルチロール、必要だね。で、弓、そうね、バーストボーストリングするから、そうだな、無限とか、そういうのも入れておきたいところ。わぁ、火力ないな火力はない。火力スキルが、ついてないからね。それは、火力はないです。こんなもんか。火力を上げるには、別のね、何か策を、必要はあるけど、ちょっとこれ考えたいな。どうするかをちょっと考えたい。パワーポットを取るとちょっとはマシか。で、昨日の放送でやったけど、奈落の攻撃、あれはえぐい、あれえぐいんで、ぜひとも入れてくださいね。奈落の攻撃は俺もちょっとそれがついてる黄金装備今探し中です。はい、ということで今日はね、これ不安定なローブ使ってみました。テレポートいいよ。で、爆発もね、そこそこだけどダメージ与えれて、いい感じだと思います。ちょっとこれは厳選してね、使っていければいいかなと、そういう風に思いますね。はい、こういう感じでした。ではまたやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。